ソニーテープ専治屋。ピアノの一番低い音、約 20Hz。人はこの音が随分遠くまで届くことを発見し、海を行く船の汽笛などに使ってきました。でも人間よりはるかに昔、この音を発見した生き物がいました。それがクジラです。クジラは遠くの仲間と通信したいとき、この声で呼ぶのです。海の中ではこの声が1万キロメートルも届くのです。彼が南半球の南極で愛の歌を歌えば、それは北半球のアリシャン列島にいる恋人にも聞こえるのです。海はクジラたちの素敵な声でいっぱいです。私たちはいい音が大好きです。ソニーカセットテープ。ソニーテープ専一屋。およそ7000万年の昔の音だ。日本の足で立つことを拒否して海へ潜っていった仲間がいた。もしあのまま日本の足で立っていれば、人間になったかもしれない私たちの仲間、それがクジラです。クジラは声を持っている。年頃になると愛をささやく。家族揃って歌も歌う。時には子供を叱りつけたりもする。そしてクジラは呼び込める。遠くへ、もっと遠くへ、1万キロも届く声で、また見る仲間に向かって呼びかける。クジラが鳴いています。自然な音を大切に。ソニーカセットテープ。ソニーテープ専一屋。クジラは素敵な声を持っています。時に愛をささやき、歌も歌います。声を出して子供を叱りつけることもあります。そして遠くの仲間と通信したい時、この声で呼ぶのです。海の中ではこの声が1万キロメートルも届くのです。南極のクジラがアラスカのクジラと会話することもできるのです。使わないクジラの通信、声と声で呼び合うクジラの通信。海はクジラたちの素敵な声でいっぱいです。僕たちはいい音が大好きです。ソニーカセットテープ。ソニーテープ専一屋。これはクジラの声です。
こちらの出す声は 20Hz より低い音、ピアノで言えば一番左の鍵盤、こんな音です。4000万年前、地上よりも広く豊かで、そして何よりも平和な海の中で暮らすことを選んだクジラたち。この巨大なバイドウたちの声は1万キロメートル以上離れたところまで届くと言われています。彼が南半球の南極で愛の歌を歌えば、それは北半球のアリューシャン列島にいる恋人にも聞こえるはずなんです。クジラが鳴いています。自然な音を